どうもー、ゆいみんです。今日はじゃん、ファミリーマート濃厚クッキー&クリーム、コクのあるバニラアイスに程よい食感のしっとりほろ苦いココアクッキーを合わせました。うん、これをね食べてみたいと思います。これは分類はアイスクリームなんだけど、1個確か98円とかすごく安いんですよ。ファミリーマートさんのね、自社ブランドなんですけど、エネルギーは116キロカロリーですね。で、内容量が75だからそんなに大きくないのがまたポイントですね。じゃあ早速開けていきたいと思います。じゃん、棒アイス、四角い感じです。ごいクッキー入ってない？今見てびっくりしたんだけどね。へー、なんか意外ですね。もっと細かいかと思ったクッキーが結構ザクザクした感じで入ってる感じですね。じゃあ早速食べていきたいと思います。いただきます。うん、うん、これ冷凍庫から出したばっかのにすごい滑らかで柔らかい。全然硬くない。カチカチかと思った。ですごいクリーミー、クリーミーなアイスの後にココアのクッキーが追ってサクサクっと滑らか、うん、滑らかじゃない、しっとりなクッキーが来て、めっちゃ美味しいですね、これ。意外。すごいコスパがいい。なんかもっとしょぼいかと思ってたけど、全然しょぼくない。めっちゃコスパのいいアイスです。うん。ココアのクッキーが、すごいしっとりしてて、口の中でクリームと一緒に合わさって、まさに名の通り濃厚クッキー&クリーム。これはねかなり高クオリティで高コスパです。超おすすめ。あー、ファミリーマートさんにね、パリッと食べるチョコバーとかさ、なんかいろいろあるんだけど、いろいろ食べたけどこれが一番コスパいいかもしれないです。ちょっとこれは意外というかいい意味で期待を裏切られました。本当に美味しい。皆さんもぜひ食べてみてください。これ安くて、量がそんなに大きくないのもいいですよね。だけど、これはもうほんとお値段以上のお味です。美味しい。ぜひ食べてみてください。全国のファミリーマートに売ってると思います。今日はファミリーマートさんの濃厚クッキー&クリーム食べてみました。それではまたね。バイバイ。